STS-82 は、スペースシャトルディスカバリーの22回目の飛行、スペースシャトル計画の82回目のミッションである。アメリカ航空宇宙局が行うハップル宇宙望遠鏡関係の2回目のサービスミッションで、望遠鏡の科学機器の修理や更新が行われた。大ビタとしては最高の高度 620km に到達した。 1997年2月11日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、1997年2月21日にケネディ宇宙センターに帰還した。中立浮力シミュレータで HST のモックアップを用いて訓練する宇宙飛行士 HST は、1990年4月24日の STS-31 で軌道上に送られ、 STS-61 で1回目のサービスミッションが行われた。科学機器の能力向上が行われ、また1999年の STS-103 と2002年の STS-109 で次に予定されるサービスミッションまでの間機能をスムーズに保つようメンテナンスが行われた。ミッションの3日目、2つの古い機器を回収し、2つの 新しい機器を設置するための最初の宇宙遊泳が行われた。二つの古い機器は、コダード高解像度分光器と微光天体分光器であり、それぞれ宇宙望遠鏡撮像分光器と近赤外線カメラ、多天体分光器に置き換えられた。新しい機器の設置に加え、他の既存のハードウェアの更新や修理も行われた。ファインガインセンサーが修理され、オープンリールは、 ソリッドステートレコーダーに置き換えられた。SSR はより柔軟性があり、オープンリールの10倍以上のデータを収録できる。4つのリアクションホイールのうちの1つはスペアと取り替えられた。ルーは各モーメントを利用して望遠鏡を望む方向に動かし維持する。必要に応じて3つの車輪のみを作動させて観測できるように車軸の向きが決められる。 持ち替えられた機器の研究は宇宙に長期滞在した機器という滅多にない研究材料を提供し特に真空中での潤滑油が素晴らしい状態にあるということが発見された。HST をメンテナンスする棚 STS-82 は軌道上を周回する宇宙船にサービスするというスペースシャトルの新たな能力を実証した。このミッションでは4度の計画された。 宇宙遊泳で HST の機器を更新し、最後に計画外の5度目の宇宙遊泳で機器の修理を行った。HST は15年間の予定運用期間のうちに定期的に更新することを前提に設計され、1993年12月の STS-61 ではその第一回が行われた。STS-31 で 望遠鏡の展開にも携わったスティーブン・ホーリーは STS-82 でリモートマニピュレーターシステムを操作して2月13日3時34分に HST を回収し30分後にはディスカバリーのペイロードベイ上空に位置させた150以上の道具と他の乗組員の支援を得てリーとスミスは1回目3回目と5回目の ハーボート・タナーは2回目と4回目の宇宙遊泳を行った。1回目の宇宙遊泳は2月13日11時34分に始まり、6時間42分行われた。ディスカバリーのエアロックを開ける際の減圧の突風で HST の太陽電池の一つが予期せず揺れたが、損傷はなかった。リーとスミスは2つの機器を取り外し、新しい機器と取り替えた。イズは、 超大質量、ブラックホールについてさらに光を当てること、ニクモスは0.8から2.5マイクロメートルの近赤外線領域で初めてのクリアな宇宙像を提供することが期待された。2回目の宇宙遊泳は2月14日10時25分に始まり、7時間27分行われた。ハーボートタナーは損傷したファインガイダンスセンサーと失敗したテープレコーダーを 新しいスペアと取り替えた。また、ファインガイダンスセンサーの機能を向上させる、オプチカルコントロールエレクトロニクスエンハンスメント、キットと呼ばれる、新しい装置を設置した。この宇宙遊泳の間に、HST の太陽側進行方向の側面の断熱材に、ひびや擦り切れがあるのが発見された。3回目の宇宙遊泳は2月15日9時53分に、始まり、 7時間11分行われた。リーとスミスはデータインターフェースユニットを交換し、さらにテープレコーダーを SSR に交換した。これによりデータの記録と再生が同時にできるようになった。さらにリアクションホイールの一つが交換された。この宇宙遊泳の後、ミッションマネージャーは5度目の宇宙遊泳を行って断熱材を修理することを決断した。 4回目の宇宙遊泳は2月16日10時45分に始まり6時間34分行われた。ハーボートタナーは太陽電池の位置を制御しているソーラーアレードライブエレクトロニクスを交換した。また、磁力系のカバーを交換し望遠鏡の頂点下の車光部分の周囲の2つの断熱領域に多層材料のサーマルブランケットを置きました。また、彼は ハップルの磁力形状のカバーを交換し、天板のすぐ下の望遠鏡の遮光部分の周囲の二つの断熱領域に多層材料の断熱ブランケットを設置した。この間、ホロウィッツとリーはミッドデッキで新しい断熱ブランケットを組み立てていた。5回目の宇宙遊泳は5時間17分行われた。リーとスミスはいくつかの断熱ブランケットを 望遠鏡のサポートシステムモジュールセクションの上部にある3つの機器区画に取り付けた。この機器区画には主要なデータ処理、電子機器および遠隔測定装置等が含まれていた。STS-82 での宇宙遊泳は合計33時間11分に及んだ。ミッションの間、HST の軌道を8マイル持ち上げるために、操縦用ジェットが何度か点火された。 2月19日1時41分には、これまで最高となる 620km、594km の高度に置かれた。このミッションの間に行われた新しい機器や装置の当初のチェックでは、すべてが名目通り動いていることが確認された。2つの新しい機器の構成に数週間かかり、最初の画像やデータが取得されたのは8から10週間ごと予測された。 NASA はジェミニ計画の頃から宇宙飛行士のために音楽をかけてきた。アポロ15号では宇宙飛行士の気象のために初めて用いられた。曲はしばしば家族によって特別に選ばれたもので、乗組員個人にとって特別な意味を持ったものが日々の活動にふさわしいものである。ありがとうございます。